皆さんこんにちは、このチャンネルは京都西陣の織元と波織物が運営する潜伏屋チャンネルです。このチャンネルではと波織物のものづくりの話、あと潜伏屋宗助の小物のこだわりなど、画像ではなかなか伝わらないことを動画でお伝えしていきたいと思います。お伝えするのは波織物の中村とアシスタントのスタッフ鈴木です。よろしくお願いします。はい、それでは、潜伏屋チャンネル、記念すべき第1回目のテーマは、こちらの、利休バッグ、こちらについてお話をしたいと思います。潜伏屋宗助が作る利休バッグの、一番の特徴っていうのが、こちらのこの生地ですね。砺波織物の、帯地を使って、利休バッグを作る、こちらが一番の特徴になってきます。で、このことに関しては、潜伏屋の、ホームページの方でもね、ご紹介はしてるんですけども、なかなかこうテキストであったりとか、写真では伝わらないかなっていうことが多いかなと思います。ですので、この動画を通じていろいろご紹介をしてまいりたいと思います。で、特に砺波織物のこだわり、こちらもお話をしていきたいと思いますので、今回はこのデザイン図案についてね、お話をしていきたいと思うんですけども、少し話が長くなるかなと思いますので、3回ほどに分けてお話をしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。それではデザインのお話なんですけれども、まず帯のデザイン、これを決めるのが帯の図案といいます。ちなみに、アシスタントの鈴木さん、はい、あなたのウェブショップの担当なので、帯作り、まだまだこれから勉強ですよね。はい、図案と分かりますか？図案は、帯のデザイン画のようなものだと思っております。当たってるような当たってないような実際ね、じゃあお見せしていきたいと思います。はい、こちらが帯の、図案になります。図案言ってしまえばね、帯の完成予想図になります。ちなみにこちらの図案に関して言うと、これはあの京都のあの二条城、あそこにあるあの欄間の柄をね、図案家さんっていう専門の絵描きさんに依頼して描いてもらった図案になります。いろんな種類の図案があります。図案っていうのは、図案家さんという専門の絵描きさんが和紙に手書きで絵を描いていってもらいます。メーカーとしたらね、帯を作る時にはいろんなテーマを持ってものづくりをしていきます。例えばこちらのね、二条城の図案であったりとか、例えばこちらの金銀花っていいます。少し、上品な感じで優しい感じのものであったりとか、例えばこのツタの柄であったりとか、いろんなものをね、図案家さんに依頼したり、あと今度は逆に図案家さんが自分の描きたい図案を一堂に集めて、あの展示会、図案展っていうね、展示会を行いますんで、それをメーカーが見に行って、あの高値落としをしていったりもするんです。図案のオークションですね。その通り。あの実はね、この撮影してるつい、1時間2時間前ですね、大きい図案展があって行ってきたばっかりなんですけど、今回の図案展かなりね、いい図案が多かったです。楽しみですね。はい、ただし、非常にたくさんの他のメーカーさんも来ておられたので、入札したものが落ちてくるかは金額次第、次第、で、あのどうしてもね、高値落としになりますので、やっぱり欲しいなっていうものはね、高値をつけていきますし、逆にね、そうでもないなと思うと、値段が下がっていく。本当もう値段はね、もうピンからキリまで出てきます。例えばここに今ね、4枚図案を置いてます。一番わかりやすいのは例えばこの二条城の図案だったりしますけども、たくさん色を塗ってますよね。でもこの図案、たくさん色を使えば使うほど、やっぱりこのね、あの図案家さんのセンスね、あの出来になってくるので、出来がいいものほど値段が上がっていったりします。あのここでね、お金かけたくないなっていうあのメーカーは、あの図案家さんにこう言います。色塗らんでいいし。え、色塗らないんですか？あのコツ書きって言って、あの鉛筆書きだけ、線書きだけで、あの書いてって依頼するメーカーもあるみたいです。ただそれをやってしまうと、言ったら完成予想図になりますから、やっぱりこのお花のね、この色の配置であったりとか、全体のバランスっていうのが取れないですよね。そうですね、白黒っていう。そうです、白黒モノトーンなんでね。なのでやっぱりいい帯、いいデザインってものは、やっぱりこのね、図案の段階からいい図案でないと、あのいい帯ができないんで、やっぱり全てのデザインの出発点、スタートはこちらの図案から始まっていきます。
それでは、今回は、図案のお話でした。でこの図案を実際に、織物帯にしていくためには次は衣装図っていうね段階に入るんですけども、それを次回、お話の方ねしていきたいと思います。今回この潜伏屋チャンネル、初めてね、撮影させていただきましたけど、面白いな、いいなと思った方は高評価の方を、そして、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。たくさん、反響、ね、反応いただければ、これからの動画撮影の、意欲にもなっていきます。ぜひよろしくお願いします。それではぜひ、次回もお楽しみください。